おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。どうです興味深いでしょうさっささん。いや、私昨日のその、そのあや子さんの話を全然知らなかったので、そ,のんそんな女性二人が先頭に立ってやってたんだってちょっとびっくりしました。すごいもんですよ。ぜひあの、女性の方々は頑張ってほしいですよね。はい、さあ、今日もですね。 少し女性絡みの話になるかもしれません。はい。えー、1960年から70年にかけまして、左翼過激派という連中がおりまして、この時代、ハイジャックが頻発いたしました。うん、1997年、えー、には五517人が乗りました、ボーイング747で、えー、なんと男が、千歳行きをハイジャック。で、しかもこれ、思想犯でも何でもなく、自分で操縦してみたかったっていう。ね その飛行機が。はい、それでコクピットに乱入し、機長を視察したんでありますな。で、もうこう墜落する寸でのところで、副操縦士がジャンボ機を立て直しまして、えー、無事に着陸させたという。たった一人の犯罪者に手も足も出ないという、このハイジャックの現状に対して、警察官僚であるサッサさんは、イライラしとったわけですな。はい、で、えー、この時代、ハイジャックについて抑止。 撃退について、やっぱりいろんな人に提案を繰り返してるんですね。サッサさんは、これ一部しか公表してはありません。でもあの、これからハイジャックしようとかって思ってる人はよく聞いてください。この番組をね。<laughs> はい、はい。サッサさんは、ハイジャック犯の弱点を一つだけ見つけている。ええ。カナさんわかりますかハイジャック犯の弱点。わかりません。シートベルトをしていない。ああ弱点ですね。ええ。うん、ですから、 シートベルトをしていないんだったらば、キャビンアテンダントと機長が息を合わせて、うん、機長が急降下。うん急上昇。うん、左右急旋回。はい。これをやれば、ハイジャックはできないはずだと。確かにおっしゃる通りです。それでこのサッサさんってのは行動的ですね。うん、あの昔国会議員で、 その手の飛行機の運転が上手だっていう人がいたんですよ。はい、若い頃は、真珠湾まで飛行機で行ったっていう攻撃に、はい、ゲンダミノルってのはいたんですよ。はい、この人はジェット機も得意でね。それで、このゲンダさんを部屋の中に閉じ込めて、なんか急降下、急上昇、急旋回のテクニックを、なんとかできないかっていうんで、サッサさんがこう、書かせたっていう。 へえ。で、その他にも、キャビンアテンダント。あ,あ。うん。何人かいるわけですから。はい。そこでその後ろに回り込んで、ハイジャック案のケツに、バーッとスタンガン当てるとか。はい。そういうことを、いくつも考えたらしいんですよ。サッサさんが。ところがですね、やっぱり、運輸省から国経営者まで、大反対で。 やっぱり危ないとキャビンアテンダントにそんな危ないことさせられないと、うん、やっぱりそのハイジャック犯にある程度言うことを聞くしかないんじゃないですかと、うん、やっぱ黙ってやった方がいいと、ね、クれにもねナッツ1個でね<ー>引き返したっていうのはありましたけどもあ、ね、あのやっぱり暴れそうな人の言うことを聞いた方がいいんじゃないですかと言いましたらば、うん、皆さんを褒めてあげましょうね。こうはっきりり書いてありますが日 1> スチワーです第1期生の女性たちから私たちキャビンアテンダントを何だと思ってるんですかと。<ー>私たちの本当の名前は航空保安要員ですと。保安を維持するためには私たちは命を盾にするんだと。<ー>ただのスカート履いた女だと思わないでくださいと。うん、私たちは油断した犯人と格闘する覚悟ぐらいありますと。偉い。 シワレスを舐めんといてください。えらいよね。素晴らしい。さっささんが大感動したんです今、涙が出そう。3 <laughs> 人抱いてやんの。涙が出そうです、て人やの本当にもでもやっぱ偉い人いるんだだから、<ー>もうやっぱ大木地下以下、<ー>日本の女性ってね、もうなんか立派な人がいるんですよ。うん、それで航空保安官、エアマーシャルの登場ですな。うん、でも逆の意味で言うと日本の場合、はっきり言って 狂いかね、あの、キャビンアテンダントの人,の人が鎮圧するっていう、そういう技術を持つべきだとい。うことで、はい、実は、はい、ハイジャックをやろうとしてる人聞いてくださいよ。はい。もう訓練に入ってるそうです。<う>で、キャビンアテンダントになる人にはですね、反撃する術が全部マニュアルとして仕込んであるそうであります。えー、そうなんですかはい。 これはあ,のあの当たり前ですがさっささんが「これ以上のことは書けない」と書いてありますが「うん、さあハイジャックをやる人何かあるよ君たちには不幸が」「なめんなよ」ってことです、ね、よほんとで本当にでしょうもね、えー、1997年の,あのハイジャックの中あのナイフ1本ぐらいしか持ってなかったの<は>大の。男が後ろから ね、ケツでもけりゃ一発で制圧できたんでありますけども、うん、そういうマニュアルはなかったがゆえに機長というね、うん、あの被害者も出してしまった、うん、あれ機長さん頑張ってくれたんですよあれ、はい、それをまたメディアがボロクソョ叩いたんだよね機長を被害者に出したってこれ覚えてない分かったんだよそれでカチンってなさッささんはだけどやっぱ日この師ですてうかまっすぐ手を挙げてね私たちはあ,のあれだ接客業じゃないんだって、うん、保安員なんだっていうね いくらでも戦いますと、ね、言ったというね、はい、秘密ではありますが、えー、そういう影のハイジャック犯撃退の術も進んでいるということ、覚えといてくださいね。この次また明日のまま人の上で。